高橋ラボラトリーウィス、皆さんこんにちは、高橋です。今回の動画はですね、前回ご紹介したこちら、はい、モビリティジョイントですね。これのね、サザビーがめちゃくちゃ出来よくて、まあこれが第2弾の収録なんですけど、残りのやつ全て開封していきたいと思います。こちらでございます。じゃーん、じゃじゃじゃーんという形で全部で残り5種ですね。はい、順番にニューガンダムと、ギラ動画、そしてレズンギラ動画ですね。はい、まあギラ動画の空張りでレズンギラ動画が入っている形で、あとはこちらの、ニューガンダムと、ギラ動画の EX パーツ、オプションパーツですね。ニューガンダムはこの HWS を再現するためのパーツが入っていて、で、ギラ動画に関してはこのランゲブルーの方ですね。はい、これを付けられるようになっております。まあこのモビリティジョイントですね、まああの前回お伝えしたんですが、こんな感じで、まああの SD みたいなシルエットになっていて、まあ、共通のフレームの中に、まあ、各外装をつけて、例えばガンダムとかね、サザビとか作れるような仕様になっております。で、まあまあちょっとね、気になる箇所としては、まあこの色分けの部分がかなりね、厳しめになっていて、基本はシールでの色分けになります。だから第1弾のね、ガンダムは結構真っ白っていうところで、まあサザビに関しては、まあこの元々のね、色分け数が少ないから、まあ全然見栄えがいいなっていうところと、何気にこういう細かい部分が色分けされていってるっていうところもあって、これかなり出来いいじゃんってところあったので、ちょっとね、モビリティジョイント第2弾は結構期待して見ていきたいなと思います。個人的に注目はですね、これかなと思ってます。いや、これね、写真で見る限りはすごいね、このパーツのボリュームがありそうなんですよね、このランゲブルーの方が。はい、なので、まあこれをね、構えた時の雰囲気でのちょっと注目して見ていきたいと思ってます。宝箱、まずはこちらのニューガンダム見ていきましょう。開封パカーンと、はい、ニューガンダムの、も同じ、あの前回のね、サザビと同じく、まあ、ランナー形式になっていて、これをパーツ取り外して、このフレームに取り付けていくような形になります。組み立てるとこんな感じです。まあ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 、まあモビリティジョイントですね。やっぱり色分けはちょっとやっぱ課題が残るなって感じですね。ニューガンダムに関してはちょっと厳しいのはこの額の部分だね。ここのね、額の部分が、まあ黒の色分けがね、白のままになっているところと、まああとはまあこのつま先の部分かな、これがまあもともと、まあこのダークグレーといいますか、まあ黒に近いね、色がついてると思うんですが、まあそういった部分の、まあ色分けはされてない形になります。まあただ一応シールは入っているので、まあこのね、シールを使ってあげれば基本的な色分けは再現できるようになります。まあただやっぱりこのモビリティジョイント特徴として、まあこのね、独自のアレンジを施したこのディテール感、これはニューガンダム相性ぴったりですね。なんかそれこそこの肩の部分のデザインとか、なんかそうそう、 RG ニューみたいな感じの雰囲気めっちゃかっこいいですよね。結構ね、このディテールの彫りも結構深めに作られているので、モビリティジョイントね、そこに関してはめちゃくちゃいいんですよね。ほんと色分けだけなんだよな。色分けさえ良ければもうほんと素晴らしいフィギュアなんですけど、まあただ、まああの、こう全体のね、シルエットとか、あとはまあこうディテール面っていうところに関しては、まあ、他のね、フィギュアとはまた違った魅力はあるんじゃないかなと思います。じゃあちょろっと簡単に動かしていきましょう。首のボールはまあこういう風にね、結構いろんな方向に向けます。結構上向きに向けられそうですね。で、腕の肩に関してはサザビーの時と違って、かなりやっぱこの干渉する部分が少ないので、結構自由に持ってきます。こんな感じで上向きにライフル構えられるって SD で考えると素晴らしいですね。あとは、まあ、あのこの脚部ですね。脚部が、まあ、このリアスカートとサイドスカートと連動して動くようなコードになっているので、まあ、これでね、ちょっと動かしてやれば、かなりですね、まあ、SD っぽいね、ちょっとポージングみたいな感じで動かすことはできちゃいます。はい、こんな感じかな。ちょっと、こう、飛んでるように打ってるって感じだと、こんなところですかね。こうバビューンみたいな。はい、まあ、ちょっと今簡単にポジションだからすげえかっこよくってわけではないけど、まあ、あの SD っていう、まあ、このカテゴリーの中で、まあ、いろんなね、まあ、立体物あると思うんですけど、その中ではかなりよく動くフィギュアなんじゃないかなと思います。あ、これいいね。このポージングめっちゃかっこいいですね。こんな感じでポージング取ったら結構いい感じじゃないですか。いや、ニューかっこいいな、やっぱ。やっぱシルエットはかっこいいですね。ほんと色分けだけなんだよな。何回も言うけど。一応あの、ここにね、3mm の軸があるから、例えばアクションベースみたいなね、ああいう、
スタンドとかを組み合わせてあげれば結構ねいい感じのディスプレイできちゃうんじゃないかなと思います。ちなみにですね、まあ、前回のこのサザビーで紹介した時に、まあ、サザビーも同じくだったんですが、まあ、このねモビリティジョイントのこの2段にはこの06段っていうサザビーとニューガンダムの EX パーツっていうのがあって、まあ、これでサザビーのねシールドとかサーベルとかを付属してたような形だったんですよ。でニューガンダムにも同じようにですねこちら、まあ、大事なパーツです。フィンファンネルとニューハイパーバズーカ、こちらが付属しています。あとは格闘武装用としてこちらビームサーベルの2本ですね、予備用とこの肩についている方、はい、ニュービームサーベルですね、はい、こちらが付属しています。でこれ素晴らしいのがこのサーベルはねちゃんとピンクの色分けが施されています。まあ、ちょっと惜しいのはこのビームサーベルね、これ2つ2箇所にねこう派生するような構図になってるんですけど、こっち側は白になっているという、うーん、なんともなんだろうな、ここまで行くならこっちも塗ってくれたらもうよかったんじゃないのと思っちゃった部分はありますけど、まあでも色分けくれしてくれてありがとうございますって感じですね。はい、こんな感じでフィンファンネル、そして後ろにニューハイパーバズーカをつけて、まあ、フル装備状態のニューガンダムが完成しました。いやーかっけえな、これはかっこいいですね。すげえボリューム感あっていいっす。やっぱこのね色分けをしてないと、このフィンファンネルもちゃんとねこう別収録でもう贅沢なね仕様になってるから大きいんですよ。サイズがかなりボリュームのある作りになってるので、まあ、取り付けた時のねこのニューガンダムの迫力が増すのがめちゃくちゃいいっすね。でニューハイパーバズーカも全然妥協のないサイズ感、これも素晴らしいね。ただほんと何度も言うけど色なんだよな、色さえ良ければもう完璧でしたねこれ。まあまあまあシールを貼ればね割と見栄えは良くなるんですけど、これ逆にまあ言えばですよ、あのほんと改造とか一切しないでほんとあの塗装でねちょっと綺麗にねこう仕上げてあげればこれめちゃくちゃいい立体になりそうですねっていうぐらい、もう本当にねこのシルエットは完璧だと思いますね。そして、まあ、このニューガンダムのね専用のオプションパーツがこちらです。ニューガンダム用 EX パーツ、こちらはですね、まあもう写真見てわかると思うんですが HWS ですね、はい、まあ、CCMSV に登場する、まあ、増加装甲型のニューガンダム、これの、増加装甲のパーツと、このメガビームライフルが付属している形になります。取り付けに際してはこの中央の胴体部と股間のパーツ、これを取り外します。出来上がったのがこちらです。うん、よきよき、すごいボリューム感ありますね。いやー、まあ色分けはまあ残念ですけど、まあもともとね HWS って結構こう白単色って感じのイメージは強いから、まあそこまで違和感はないかなって感じです。例えばこの色分けしてないとことしては、このシールドの表面とか、あとはこのね増加装甲のバーニアのこの上の部分の色分けとか、まあこういった部分が黒じゃないので、まあその分ちょっとね単色感が強まってしまった感はあります。一応シールは付属しているので、まあ、このね、サイドのねこの増加装甲とシールドのね色分けはシールで、再現することは可能です。まあ、適当にポージングするとこんな感じ、いいね、ハイメガシールドバビューンみたいな感じになってみましたけど、まあさすがにね、まあ、さっきのニューみたいに、まあ、ちょっと可動域ってところは増加装甲で少し干渉してしまう部分増える分、まあ、動きにくくなる、まあこれはまあどの立体物でも言えることなんでしょうがないんですけど、まあそれでもね、まあ、割と結構よく動くなって感じですね。はい、まあちょっと向きを変えて、まあ、ビームライフルを構えるっていう形だって、まあ結構、まあ、増加装甲多い機体だとこういうの難しいんですけど、良きですね、全然いけますね。はい、だからまあこういう感じでね、このモビリティジョイントってこうね、なんだろうな、なんとなくこうガチャ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 ってこう動かしていくのはかなり楽しいんですよね。はい、だから逆に塗装するのもすごい迷っちゃうんですけど、こうね、こう卓上に置いといてね、なんかこうニューガンダムが立ってて、でなんかちょっと作業して疲れたなって時にこれ触ってこうガシガシ動かしていくっていうところは、やっぱこのね全身 ABS で、まあ、摩耗性に強いパートを使っているこのモビリティジョイントだからこそ楽しめる部分かもしれませんね。さあ続いてはこちら、じゃーん、ギラ動画ですね。個人的に結構期待しているアイテムだったりします。というのも、まあ最近のね分かった傾向として、まあ、色数が比較的少ないモビルスーツで色分けが複雑じゃない機体はかなりこのモビリティジョイントかっこよくなりやすいってところが最近分かったので、まあ、ギラ動画はその条件に一致するんじゃないかなと思ってます。ではまあこちらはね、まあ、空張りなので同時にね作ってみていきましょう。なんか気のせいかわかんないんですけど、なんかパーツ多いっすね、ネオジオのモビルスーツ。あれ、ニューガンダムってこんなパーツあったっけ。ちょっとなんともなんですけど、あれパーツ多くねまあでも楽しみですね。これは出来上がったのがこちらになります。ちょいちょいちょい、めちゃくちゃ出来よくないですか。これ
これいいっすね。これはめちゃくちゃかっこよいやん。あれもう文句のつけどころ全くないですね。もう100点満点ですね、この出来栄え。めっちゃかっこいいです。はい、一応ですね、色分けしてない部分としてはこのね、足のつま先の部分、まあ、これはあの各機体ですね、このシールで色分けしているようになっているので、まあ、問題なしで、あとはあのこのモノアイの部分がね、このピンクのシールになるんですけど、まあ、モノアイはね別にシールで全然色分けて OK なんですけど、これは素晴らしいな。ほぼ完璧ですもんね。さっきのニューは何だったんだってぐらいものすごい細かい色分けになってんな。はい、まあ、地味にすごいポイントとしては、まあ、あのこのね、まあ、胴体のこのスカートの部分、ちゃんとねこのダクトの部分がねちゃんと色分けしてるんですよ、黄色の色分けで。で頭部のここもちゃんと色分けしている。やっぱ単色にワンポイントの色分けは可能っぽいですね。そこからさらにもう一個みたいな、さっきの乳眼だと多分あの白いパーツに黄色の色分けした後に黒は無理っていう、まあそういった条件があるのかもしれませんね。だからやっぱこの色数が少ないモビルスーツはもう得てしてモビリティジョイントかっこよくなりやすいって感じがします。で、あとすごいね、これバックパックとかもね、なんかこうちゃんとなんか緑とね、このグレーでなんか2色になったりと、結構ね、こう見応えがあるんですよね。全部パーツ分けに色分けされていて、まあこのダークグリーンと、まあ、グリーン、そしてまあこのグレーっていうところ、これ絶妙にね、色分けしてることによって、結構ミリタリーテイストあふれるね、いい感じのモビルスーツになってるわけですよ。で、一応レズン機と、通常機の違いとしては、このアンテナがついてるかついてないか、あとはこの武装ですね。はい、ビーマシンガンの形状が異なります。まあ、これは隊長機仕様とね、まあ、通常仕様でもともと異なるっていうところあるんで、まあ、それをしっかり再現してくれます。ていうか改めて見るとこのライフルもかっこいいですね。ライフルね、結構このサイズ感も悪くないし、結構この、まあ、肉抜きも兼ねて、まあ、こうディテールを彫り込んでるんですけど、これもやっぱモビリティジョイントの良さとして、やっぱこの筋彫りのね、彫り込みが深めに作られているからかなりかっこよく見えます。いいね、これは良きだよ、もう文句なし。いや素晴らしいわ。でこの間ね、あの動画で見せたこのサザビーとかと並べると、あー良き、これよ、これこれですね、これはいいわ。ネオジオンめちゃくちゃいいじゃないですか、全部。うわー、この並びは素晴らしいですね。いや、よく言えばヤクト動画欲しい、ここまで行くと。うわー、素晴らしいな。ここまでめちゃめちゃいいって言うんですけど、1個だけ気になった箇所があって、これサザビーと一緒なんですけど、この肩がね異常に外れやすいです。なんか乗せただけぐらいの感じなので、まあ、ちょっとこうガシガシ動かしてると、あらポレッと取れちゃうみたいな感じが結構あったんで、まあ、そこが気になった部分ではありますね。あとは可動範囲ですね。まあすだちめっちゃかっこいいんですけど、まあ、もちろんあのモビリティジョイントなんで、まあ、可動するんだけど、さっきのニューみたいにね、こうガシガシガシってこうしてかっこよくポージング取るってなった時に、結構ねこのスカートがですね、フロントのここのボールにサイドとね、このフロントがくっついちゃってる形状になってるんで、これ他のモビリティジョイントと違うんですよ。まあ、これがちょっと災いしちゃってね、あんま動かないんですよね。だからこのね、脚部のね可動域がかなり狭くなっちゃってます。あとはこの、まあ、これはもうギラ動画の構造上しょうがないんだけど、まあ、この肩のねスパイクと、まあ、このシールドのこの形状が非常に大きいおかげでですね、あの肩が全然上がんないんですよね。開けたら取れちゃう黒ひげ一発目で飛んでちゃいましたけど、あんまりねギラ動画に関してはすっごいアグレッシブなポーズが取れるというわけではないって感じですね。そしてギラ動画にはまだこいつがあるんですよ、これ。じゃーん、はい、ギラ動画用の EX パーツ。いやもうね、こんだけ出来よかったらもうね、これは 100% 絶対いいんですよね。もう間違いなくこれかっこいいわ。もうね、開ける前から分かってるんですけど、これつけた瞬間がもう楽しみでしょうがないですね。もう早速見ていきましょう。完成したのがこちらです。はい、ランゲブルーの方ですね。すんげーボリューム。あとはこちらズルームファーストですね。そして、こちらが隊長機仕様のギラ動画のヘッドパーツです。まずはこのね、本題に入る前にこのスチルムファーストとこの隊長機アンテナを、この移動さん型につけてみましょう。ヘッドパーツはこんな感じで交換すれば取り付けられるようになっています。スチルムファーストはこんな感じでシールの裏にマウントすることができます。まあ、これをつけてあげれば、まあ、フル装備状態のギラ動画の再現って形になりますね。で本題のこれよ、ランゲブルーの方なんですけど、これやばいっす、超絶出来がいいっすね。
いやいやいや、まあ、過去にランゲブルーの方ってモビルスーツアンサンブルってガシャポンでね、あのこの SDK のやつで立体化したことあるんですけど、あれと比べてもね、ダントツでこれできっすね。いや、何がすごいってディテールよ、ディテール、めちゃくちゃ細かく作られてます。このサイドのね、このセンサーみたいなパーツもめちゃめちゃ細かくて、こう先っちょ細いし、このね、彫り込みもやっぱ、ボリティトゥーンズいいとこ、やっぱ彫り込みだわ、やっぱこのね、ディテールの彫り込みがね、マジでかっこいいんですよね。これ、墨にしたらめちゃかっこよくなりそう。で、しかも、まあ、このね、このもプロペラタンクなのかな、ちょっとわかんないんだけど、まあ、このタンクのパーツとかも、結構ね、こう、いろいろね、見るところがたくさんあるね、結構なんか左右対称とかいう感じのディテールじゃないから、めっちゃ見応えあるんですよね。そして姿勢制御のバーニアとかもうわーついてて、これなんかこの今回のため一番なんかディテール細かいかもしれないですね。で、本体のランゲブルの方、いやーこれいいねー、最高だよこういうの。いや、まずまあね、ライフルのバレルがめちゃめちゃ長くて、まあここのね、タンクの形状もこれよ、これこの細かさはすごいね。うわー、これだけでご飯3杯いけちゃいますね。で、一応ギミックとしては、ここのね、まあ方針がこう展開して、で、あとはここがね、少し稼働するんですよね。このギミック素晴らしいね。はい、ここが稼働することによって、まあギラー動画に持たせやすくしているような構造になっています。ランゲブルーの方をギラー動画に昇せると、こんな感じ。やば。これなんかあえてね、なんかザクマインレイヤーのパッケージみたいにこう後ろ側で飾るのも結構オツかもしれないですね。はい、でちゃんとね、こう収納形態みたいな感じで後ろ側に持っていくことは可能になっています。いやでもこれだけ見てもマジで最高ですね。ではまあちょっとね、注目ポイント、まあこれ動かしてね、実際にギラ動画で持たせることができるのかっていうのを見ていきたいと思います。まあ、腕の位置をちょっと変えて、でこれで差し込んであげれば、あ、全然いけんじゃん。あ、全然普通に持たせられますね。あ、意外と余裕だった。あ、意外と簡単に持たせることができました。やっぱりね、ここのね、後ろ側のここのジョイントの可動域のおかげで無理しないでね、持たせることができるんですね。で、肩をつけてあげて、わ、いいじゃん。おお、おお、めっちゃいい。めっちゃいい。ちゃんと持たせてかっこよくディスプレイできるじゃないですか。これは良き良き。であとはね、ここにね、持ち手がもう一個あるんで、これで両手持ちなんてのもできるのかな。こんな感じで、まあもちろんね、ちょっと条件は限られるんですけど、まあここのね、持ち手もちゃんと、左手でね、添えることもできるような設計になっているので、まあ両手持ちでこのランゲブルーの方を構えることができちゃいます。やばい、これはいいぞ。これはかっこいいわ。やばいね。これでサザビーね、こう並べて、まあこれ CCM2 だから劇中に出てこないんだけど、まあこんな感じでね、大佐、援護します、バビューみたいな感じでね、ディスプレイできちゃうわけじゃん。やば、これは素晴らしくかっこいいわ。いや、今段のモビリティジョイント、まあそのサザビーもめっちゃ良かったし、まあ、ニューガンダムもね、色分けはともかくとしてね、ディテール感はすごい良かったんですけど、これダントツでいいですね。いやー、これか。これが今回の当たりか。はい、というわけで、まあ、今回ね、まあ、このギラ動画 with、まあ、ランゲブルの方形態ですね、これがもうマジで良きですね。いや、これを構えるためにね、まあ、このオリティトゥイント集める価値ありますわ。いやー、すげえな、これはめちゃくちゃかっこいいね。ほんとどのアングルが見ても全く問題ないわ。宝棒。はい、というわけで今回のご紹介のモビリティジョイント第2弾の乳がんギラ動画2種とランゲブルーの方でした。いやー、これだね、これがすごいね、本当にかっこいい。マジでもうなんか言葉を失っちゃったね、ちょっとあんまりにもかっこよくて。ここまでできいいフィギュアはね、まあ、なかなかね、まあ、いろんなね、もうちょっとさ前回の動画でも言ったんですけど、 G フレームとかね、モビリティジョイント、そしてアンサンブル、コンバージっていろんなね、立体化シリーズたくさん出てるんですけど、すごい良き良き。これはもう本当に文句なしですね。はい、でまあ見比べてもらうと分かるんですけど、なんだろうね、このネオジオンの出来の良さとこの乳がんの、まあディテールは全く同じぐらいなんですけど、これ色分けがね、圧倒的さを感じますよね。まあシールあればね、違和感なくなるんですけど、いやー、まあ、これは絶対このネオジオンのね、どこぞかの政治家が何かしらのね、忖度が発生してるんじゃないかと思っちゃうレベルでね、まあ、ネオジオンのオイルスは本当出来いいですね。いや、マジでかっこいいですね、これは。はい、というわけで、まあ、モビリティジョイント2、まあ、開けてみて分かったんですけど、まあ
色分けはもちろん気になるところはたくさんあるんだけど、でもあのやっぱり他のね立体シリーズにはない魅力っていうのはたくさんあるなっていうのを今回再認識ました。つうわけで私はモビリティジョイントを集めることが決定いたしました。おめでとうございます。というわけで、次回はですねあの第3弾がですねまた発売するのが決定しましたので、まあ、それもねまたレビューしていきたいなと思っております。というわけで今回の配信はここまで、今後も様々な配信やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録そして高評価ボタン何卒よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。